はいどうもパロプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は移籍評価来季予想布陣横浜 F マリノス戦やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあ、昨シーズン王者、横浜 F マリノスと等でございますけれども、まあ、結構ね主力の選手何人か、抜けてしまいましたが、しかしまあそれでもやっぱり王者、まあ、確固たる戦術があるこのチームでございますんで、あんまりこう僕は不安は、していないというか、まあ、なんだかんだで、優勝争いに加わってくるというか加わるまでも、優勝争いの中心になる気がしておりますけれど、さあ、今回やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルはですね、メインチャンネルの方では J リーグはまあこんな感じで、今シーズンの話とか、移籍の話とかどんどんやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、まずやっていきましょう。こちら、まず今回移籍の評価とかもやっていくんで、その評価ポイントとしてはこんな感じで、出しておりますけれども、本日1月10日ですね、1月10日の午前中段階での、お話というところになってきますが、まずまあ弱点を補う補強が、できたかどうかとか、戦力アップが、そもそもできたかどうかとか、まあ、移籍市場はまあ3月まで開いているんでね、これは1月10日までの中評価としております。で、評価 S から D の5段階評価でやっていこうと思ってますが、まずこちらから見ていきましょうかね。シーズンオフの移籍一覧というところでこんな感じですね。まあ、動きとしては最小限に収まった感じですかね。まあ、誰かが移籍して、その代わり誰か補強していくみたいな感じですね。まあ、例えば中川選手の、まあ、後釜井上健太選手と、考えていいんじゃないでしょうかね。まあ、ただ中川選手の後継者という意味ではね、すでにもう一枚、マテウス選手を獲得も夏場にしていますんで、まあ、夏場からしっかり中川選手の、まあ、流出に向けた動きができていたという感じも、まあ、しているので、まあ、だから井上健太に中川選手の、代わりをしてもらおうとか、そんな感じではないのかなって感じで、まあ、見てはいますけれどもね。で、あとはレオ・セアラ選手の移籍、これも結構でかいですね。まあ、結構痛い流出にはなったんですけれども、そこにはしっかり上中朝日ですね。まあ、昨シーズンはなかなか、ね、難しかったシーズンかも、知れませんけれども、まあ、僕も、ね、長崎は昨シーズンとかもこの、2、3年間全試合見ているわけでございますけど、まあ、この上中朝日多分将来的には海外で、やれるそんなポテンシャルを持った選手にはなってきますんで、やっぱそこを、ね、どんだけこの J1 の舞台で活躍することができるかというのはちょっと個人的に本当注目しているわけでございますけれどもね。で、まあ、岩田の穴は埋まらんよなってところにはなってきますけれども、まあ、岩田選手の、まあ、ポジション的な、ね、後継者という意味では上島選手かなという感じがしておりますが、まあ、上島選手に関してもちょっとこの後お話はしていくんですけれどもね。さ、これを踏まえた上で移籍の評価はこちらでございますね。C です。まあ、C というか、だからこれフロンターレの時もね、多分話はしているんですけれどもね、あ、そう、名前全部出しておりません、ね。まあ、左の表に関しては、まあ、新卒とか、まあ、そのなかなかポジションがわからない選手に関しては、出しておりません、ね。まあ、どうしても新卒の選手であれば、センターバックの右か左かとか、わからない分とかもありますし、まあ、昨年出番が、少なかった選手に関しても、ちょっとポジションがわかりづらいところもありますんで、そこはちょっとあえて、省いているんで、よろしくお願いいたしますというところで、まあ、C 評価なんですけれどもね、まあ、フロンターレ誰にしてもマリノスにしてもそんなそもそも補強が必要かどうかってところになってきますんで、やっぱりこう難しいんです。この補強の評価って上に行けば行くほど、難しくってね、まあ、補強をすればいいってもんでもなくて、まずはマリノスもフロンターレもそうなんですけれどもね、まあ、既存のメンバーを残すことが大事、まあ、優勝争いを、最後まで演じたこの2チームにはなってきますんで、フロンターレとマリノスに関してはどっちも C 評価にしているんで、そんな高い評価はつけていないんですけれども、そもそも高い評価移籍に関してはつけるような、まあ、あれでもない、そんな動きがあるわけもないというところになってきますんで、補強中評価だけ見ていくと C 評価、しかしまあ戦力的に見ていくと S 評価みたいな感じになってしまうんでね、その C 評価っていうのが悪く見えるかもしれませんけれども、これはまあしょうがないのかなと僕の中では、思っております。そもそも本当に補強というのが点々点って感じがしますけれどもね、というのがありますんで、まあ、だから前提としてあるのは優勝チームジレンマというところにはなってきますけれどもね。で、まあ、だから本当ね、もう書いてますね、これ右の方、僕も今見て気づいたんですけどね、補強の必要性は他と事情が違って、補強失敗の C 評価ではないというところはよろしくお願いいたしますというところになってきますが、しかしまあそれでもちょっと痛いのはやっぱ岩田選手の流出ですかね。まあ、間違いなくね MVP ですからね、昨シーズンの、J リーグ MVP の選手にはなってきますんで、この選手が抜けて痛くないわけがないというところになってきますんで、まあ、正直なところね、戦力的にじゃあアップ
ップしたかどうかで言うと戦力的にはちょっと下がってしまったかなという感じがします。まあ、総合力という意味ではやっぱ岩田選手が抜けて、中川選手が抜けてというのがあったんで、そういうことを考えると、まあ、昨年よりアップした感はないかなって。なので、まあ、このチームね、確かに総合力は下がっている感じがしますが、しかし、まあ、本当既存のメンバーが、ね、スーパーな選手が多いんでね。そして、ね、さっき、まあ、戦力的に下がったという話の中で中川選手の名前出しましたが、途中で言った通り、まあ、夏場にマテウス選手を獲得をしているんで、十分この中川選手の穴というのはマテウス選手で埋まる可能性もありますし、もしかしたらこう、出場時間数とか分数とかで言うと、ね、中川選手よりも、マテウス選手の方が1年間通した活躍というのが意外と期待ができたりするのかなとか、まあ思うわけでございますけどもね。であとは井上健太選手、まあ、大分はもう全試合、まあ、この 2,3 年間ずっと見ていますけれども、やっぱ井上健太選手に関してはもう絶対1対1で負けないというところですね。どんどんこうね1対1を仕掛けて、そこから突破してクロスを入れるみたいな選手にはなってきます。まあ、多分昨シーズンの J2 の中でもうドリブルの回数とか、あとねクロスの本数とかで言うと、まあ、J2 でも上位の方に入っていた井上選手になってきます。多分クロスの本数は1位か2位だったんじゃないですかね、この井上健太選手になってきますんで、特にマリノスって中で合わせるのが上手い選手が多いんで、このね井上選手の折り返しのクロスですね、井上選手がどんどんボールを運んで、まあ、深いとこからの折り返しのクロスに、まあ、アンデルソン・ロペスが合わせるみたいな、まあ、イメージはつきますんで、ということで考えると十分井上選手もこれは、戦力になる可能性も高いですしね。でこれ結構右にね戦力が寄ってしまってますが、まあ、多分ね左に何人か右から移ると思います。まあ難しいですけれどもね、この左右の問題というのは難しいところになってきますが、誰が左をするか右になるかというのは、まあ、今シーズンのキャンプを通して、どういう風になっていくか見ていかないといけないな、まあ、あまりここはね考えなくていいかなと僕は、思っておりますんでね。であとトップ下に関してはマルコス・ジュニオル選手がなんだかんだで、残留したのでかいですね。ちょっとこれは、ブラジルの方へ契約満了で、行くんじゃないかみたいな話もありましたけれども、しっかりまあ残留することができたんで、まあこのマルコス・ジュニオール選手含めて、まあ、基本的には外国人選手は、残ることができた。さっきも言ったレオ・セラ選手は、退団してしまったんですけれどもね、まあ、基本としては残ったというところになってきますんで、これもちょっとマリノスに関しては、まあ、朗報かなという感じはしておりますけれどもね。であとはボランチの選手層に関しては、昨日おとといぐらいかな、藤田ジョエル・チマ選手の契約延長の発表もありましたし、あと山根選手がぐんと来る可能性もありますよね。山根選手は今年は J リーグの中でも若手選手の中でもちょっと面白い存在に、なりそうな感じがします。ちょっと発想力とかね、ちょっとこう俯瞰で見えるというか、なんかそんな感じの選手かなと僕は思っているんで、ちょっとこの選手はちょっと注目して見ていこうと思ってますけれどもね。であとまあセンターバックのところに関しては、まあだから岩田選手が移籍をしてしまったので、これは痛いよねっていう感じもしますし、であと上島選手がまあ後継者として加入したんですけれど、若干時間かかるかもしれませんね。やっぱこう上島選手若干やらかし系のセンターバックというかね、確かにフィード能力とか足元の技術のうまさっていうのは上島選手もあるんで、まあ、だからといってこのマリノスのサッカーにはまらないかっていうとそうでもなくて、やっぱりこう足元の技術のうまさはですね、まあ、攻撃のスイッチを入れることができるセンターバックにもなってきますし、ロングフィードもうまい選手にはなってきますが、ちょっとやっぱりポカが多いというかね、あそこで不用意なファールをするのかとか、そのカードもったいないねとか、なんかそういうイメージがどうしても上島選手はありますんで、そこがだからちょっと時間が、かかるかもしれません。そこの戦術のフィットという意味では総合的に考えて、ちょっと最初からスタメンではない可能性も高いですよね。であとだからハイライン、まあマリノスもハイラインハイラインって言われてますが、昨シーズン終盤ぐらいはそこまで極端なハイラインじゃなかったから、若干ラインが、下がった感じもします。まあ、これはちょっと、ね、戦い方によってっていうのはあるかもしれません。まあ、状況というかですけれども、ね、まあ、こう優勝争いをしていた段階ではやっぱりこう無理やり、ね、こうハイラインにして、そこから、ね、攻めていこうというよりも、ちょっとラインを下げて守備を安定というか、そのリスクを減らしていこうみたいなところもあったかもしれないから、ちょっとハイラインを若干緩めた感じもしますけれども、しかしまあ何にせよ J リーグの中では結構、最終ラインは高い方のチームになってきますんで、そこはちょっと上島選手も、苦労するかもしれませんし、それは昨年エドワルド選手もそうなんですよね。エドワルド選手も最終的にはしっかりこれ、フィットしてきましたが、シーズン序盤は本当この、マイナス
のそのサッカーというのに苦労していた感じがしますんで、昨年のこのエドワルド選手見た絵にちょっと上島選手も時間はかかるかもしれませんが、ちょっとね注目でございますけどもね。であとだからこそ畑中選手復活のチャンスでもあるのかな。昨シーズンちょっと出番が減ってしまっていた畑中選手にはなってきますんで、今年ねここ、まあ、だから2年連続か、そうか今思うとマリノスだから昨年は、ね、チアゴマルチンス選手が抜けて、ね、今年は岩田選手がいない開幕というところになってきますんで、そうか2年連続で主力のセンターバックがいないというところになってきますんでね、そういう意味でちょっとそろそろ畑中選手のまあ復活というのをちょっと期待したいところになってきますよね。まあ、あとはまあ2年間全試合見てきた上中井上、これはもうちょっとさっきも話したんでいいでしょうけれども、まあ、この J2 組の活躍というのは僕は期待を、していこうと思ってますしね。で、まあ、最大の補強がそもそも、少なかったんで、まあ、誰かとなるとまあやっぱ上中選手になってきますかね。やっぱ若さ将来性がある選手にはなってきますしね。で、まあ、アンデルソン・ロペスの控えという位置づけにはなると思いますが、しかしマリノスもね、まあ、いろんな選手試しながら、まあ、しっかりターンオーバーとか、まあ、試合ごとにメンバー入れ替えながらやっていくチームになってきますんで、まあ、そこでどんだけ上中選手がアピールすることができるかどうかでしょうしね。で、まあ、上中選手もしこれ、ね、その、ね、ローテーションとか選手入れ替えながらやっていく中で、ね、結果残すことができなかったら、まあ、夏場に誰か、マリノスはすぐ選手を、取ってくると思うんで、そのまずね次の移籍市場までにしっかり上中選手がアピールすることができるかどうかというのはちょっと期待していこうと思ってますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上パルプンテ JL サッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶ。